双方スクエアゴールデンスクエア、双方双方は、ロンドンのシティオブウェストミンスターにある一地区であり、ウェストエンドの一角をなす。20世紀中の双方は、西風俗店や映画産業施設が並ぶ、観楽街として栄えた長い歴史を持つ。1980年代初頭以降、当地区は高級レストランやメディア関連企業が、立ち並ぶファッション街へと大きく変貌し、 生産業の店舗はそのほとんどが双方から姿を消した。今では、おしゃれなお店が密集し、ゲイバーやレズビアンバーガー連なる賑やかなゲイエリアとしても有名だ。1536年までは、現在の双方地区一帯は、放牧農場だったが、ヘンリー達成によって、ホワイトホール宮殿が、王立公園として当地に整備された。 双方の名が最初に現れたのは17世紀のことである。大多数の権威はその名は昔の狩りの叫び声に由来すると信じている。最初にこの名がロンドンのこの地域を指して用いられてから半世紀経った頃1685年にジェームズ2世に反乱を起こしたモンマス公爵ジェームズ・スコットはセッジムーアの戦いで部下を召集する際の 掛け声として、双方を使った。1660年代、イングランド王チャールズ2世は、双方の広場を、セント・オルバンズ伯爵ヘンリー・ジャーミンへ貸しされた。彼は、その22エイカーのうちの19エイカーを、ヨゼフ・ガールへ貸し与え、ガールは建設の許可を得た後、1677年に、即座に、借地権と巨諾をレンガ職人のリチャード・フリスへ、 譲渡した。フリスは、開発を始めた。1698年、ウィリアム3世はこの地域の大部分を占める王室の、自由保有不動産を、ポートランド伯爵、ウィリアム・ベンティンクへ貸しした。同時に、16世紀から17世紀に、オーリッチの一区画だった地区の南部は、セントアン行政教区へ編入されたり、レスター伯、ロバート・シドニーへ、 分割状とされたりした。レスター博やポートランド博のような土地の所有者が、ブルームズベリー、メリルボーン、メイフェア等の近隣地区を巻き込んで大々的な地区の開発を実施し、最善の経営に努めたにもかかわらず、双方は決して富裕層向けのファッション街となることはなかった。百八十八年にフランスからユグノーの移民が殺到した後は、当地は、 ロンドンのフランス人地区として知られるようになった。双方スクエアにあるフランス人協会は17世紀にユグノーによって創立された。18世紀中頃までには双方スクエアあるいはジェラードストリートに住んでいた貴族階級の人々は転出していった。双方の特徴は裕福で流行の先端を行くロンドンからは無視され続けたことを軸に 近隣地域の再開発不足などから形成された。19世紀半ばまでに上流階級の家庭は皆転出していき、代わりに売春婦と音楽ホールと小規模の劇場が転入してきた。20世紀初頭には外国籍の人々が安価な飲食店を出すようになり、その近隣は知識人や作家、芸術家向きの流行の場所となった。 1930年代から1960年代初期にかけては、双方のパブは毎晩、酔っ払いの作家や詩人、芸術家で溢れており、決して出世できるほどまでに節制していることはなく、パブの主人らが彼らを定着させたのも、ちょうどこの頃だとの伝承がある。作家のディラン・トマスや、ジャズミュージシャンのジョージ・メリー等に代表される。 壁画に描かれたより詳しい双方の特徴は、ブロードウィックストリート上のカーナビストリートとの交差点に現れている。架空の世界では、ロバート・ルイス・スティーブンソンが、ジキル博士とハイド氏の奇妙な物語の作中で、ヘンリー・ジキル博士に、双方の一角へ、エドワード・ハイドの家を建てさせている。双方の地名は、香港の双方地区やニューヨークの双方地区。 ブエノスアイレスのパレルモ双方と世界各地で娯楽、飲食店街を表す語として使われている。ありがとうございます。